はい、よろしくお願いします。ネッツンでございます。というわけで皆さん、こうボレーの時、ボール見ましょうってね、言われると思うんですね。まあテニスは全部言われると思いますけれども、今日はボレーの時にこうどういう感じでこうボールを見ればいいのかっていうところを、ご紹介していこうと思います。まずオンコートで練習を、してますので、辻健さんとの練習を見てもらって、でその後こう補足説明するという感じでいきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。お願いします。お願いします。今日はボレーでどこまでボールを見るか、ボレーでどこまでボール来たボールに対してってことですね。どこまでこう見るのがこういいのかみたいな、はいはい、ここちょっとね練習してみようと思います、はいはい、じゃちょっと早速打ってみましょう、はい、今どの辺まで見えてますか。意識としてはインパクトするとこまでしっかり見ようっていう感覚ではいるつもりなんですけど、多分インパクト黄色いもんがこう当たってるところって見えてます。あ、じゃあ見えてない、うん、多分ちょっと交代してみましょうか、まあ、イメージとしてはまず一番大事なのはここからこうボールを見る、はいはいはい、この角度がものすごく大事。ここでいかにこうボールにこうフォーカスができてるかどうかがすごく大事になります。で余裕があればお願いします。こういう感じで当たるところをしっかり見る。でこう黄色いもんがこう跳ね返っていくところが、うんうん、しっかり見れるといいと思います。ただこれは相手のボールのスピードとかその時その時のこう、状況にもよるので、毎回毎回こうしっかり見るのがいいのかっていうと、まあ、そうでないケースもあります、まあ、なぜかというと、うんうん、見れるってことは引き込んでるんですね結構、はいはいはい、これをこう引き込んでるってことになるので、相手の速いパッシングショットに対してパーンってこう飛びついて、うんうん、前でこう弾き飛ばしていくコースを変えていくっていう時には、結構プロの連続写真とかであるのはおそらく前の方を見てると思うんですよ。あ、結構多いです。リターンとかもそうじゃないですか。リターンのプロのこう打ってるところの写真とか見るとボールすごい見てるはずなのに、ここは多分見てないんですよね。確かに、ちょっと前目を見てるんですよ、うん、こうボールとラケットこれベチャッとこう潰れてるシーンがあって、ボレーとかでも当たってるシーンがあるけど、ちょっと目は前目を見てるっていう、うん、あれはこうフォーカスしっかりできてるんですね。このボールをボレーするぞってフォーカスはしっかりできてるけど、結局、前でさばいてるから、はいはい、こういう感じの引き込む感じがある時のボレーは見れます、うんうん、ただこうパーンみたいな感覚でいく時っていうのは、じゃあ見れてるかというと、見れてないケースも当然あると思います。もしかするとその目の感覚でいうと見えてる可能性もあります。ただ顔まで寄せてこうやって見てるかというと、見てる見てないというのは当然あると思います。僕もこう飛びついて打つときに、基本的にこう見たいなっていうのはあるので見るようにはしてるけど、まあ、試合で本当に大変な状況のときにじゃあくっきり見えてるかっていうと、そんなことはなくみたいな感じなので、まあ、トッププロの選手は一人一人聞いてみないとわからないし、一人一人感想は多分違うと思うんですけど、フォーカスとしてこう覗き込むのが必要なときと、まあ、そうじゃないときがありますよという点が一つと、あとは練習の時はできるだけこう覗き込んでくださいよみたいな感じでやった方が僕はいいと思います。なぜかというと体が開かなくなるからですね、それをやることによって。なんで先ほどの辻健さんでいくとこんな感じだったんですね。見てるんですよ、見てるんですけどちょっとね首がこう振り戻るのが早い、なんでなんかねちょっとこういくんですよ、体全部がこうなってるように見えるんですね。なので打ち終わってもちょっと残しとくぐらいのイメージでこうボレーをしていくと、きっちり体が開かずにこう自分のこれぐらいかなっていう、こう手の感覚が伝わっていくような感じになると思います。でそれができるとなんかね黄色いもんが跳ね返っていくの見えます。ここで今の明らかに黄色いもんが跳ね返って、多分ねこう先っぽに当たってるんですけど、まあ、その辺までこう分かるような感じになると、それはボールを見ることが大事なんじゃなくて体を開かないことが大事、はいはい、うん、でボールを見るのはもっと前の方で見ておいて、まあ、別に早すぎるボールだったらこうパーンとこういう感じになっても OK は OK みたいな、うんうん、でもできるだけ見ようとしましょうみたいな、はい、ちょっとやってみましょう、はい、いきますよ、はい、うん、結構今の綺麗です。わかりました、どこにあるか見えましたよね。じゃあちょっと決める感じで前でさばいてみてください。はいはい、パーンと飛び込んでいく感じ、今のだと若干引き込んでますよね多分、
なんで決めるにしてはちょっとボールが重たく感じてしまったみたいなところがあると思うんで、決めるときはもう少し前でさばいていく、はい、大事なのはグッとここでボールを見とくことです、はい、もう手元でこういう感じよりはグッとフォーカスしたときにしっかり感じておく、見ておく、はい、あとは飛び込んでいく、いい感じでしたね、はい、見てたつもりだったんですよ今までも。でも多分今のを意識することでより見てなかったという、見てなかったのが分かったというか、うん、なんか今までクリーンヒットしたつもりだったのがあれちょっとブレるみたいなのがなくなって本当に全部綺麗にヒットできた。そうですね、どちらかというとこう見る見ないっていうこともだし、体が回らなくなったというのが大きいと思います、うん、このブレがやっぱりボールをこうしっかり見ようとする、顔を残そうとすることによってなくなるんで、はい、すごく良かったっていうのと、うん、最後ね飛び込んだ時もブレてなかったですよ、ね、ブレてなかった、ブレなかったです、はい、あれはすごい発見というか、うん、もっとね辻元さんあの時ねこうなんかこういうイメージがあるんですけど、そうですそうです、飛び込んだら基本ブレるイメージだったんで、いい感じでこう面が止まった感じがあったので、まあ、ボールを見るっていうのはこう当たるところを見るっていうよりも、うん、こう他の意味合いが結構あって、今みたいにこう決めに行く時はああいう感じでいけると言ってますね、うん、こう引き込んでみようとするとやっぱ決まらなくなってしまうし、うん、難しくなるのでああいう感じで飛び込んでいけると言ってます、はいはい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか、ボールを見るっていうところね、やっぱり結構ここらもボールを見るっていうのはもう世界中のコーチが言います、ボールを見ましょうって、言いますので、大事なことであるには、違いないんですけれども、ボレーの場合ねやっぱこれいろんな、ボレーがあるじゃないですか。で、あまり良くないのはやっぱりこう引き込みすぎることによって強いボレーが打てなくなることが、あるんですね。ここのところは、一つ最初に注意ができるといいと思います。ですからこうボールを見ようとするとやっぱりちょっとこう引き込んでしっかり打つボレーになってきます。前に飛び込んで決めるような時にそこまできっちりこう見れるのか、まあね慣れてくると見えます。はい、こう視界の中、よく言うじゃないですか、視界の中にラケットがあってそこで当てるみたいな感覚っていうのはある程度出てくるんですけど、かといって試合の中で夢中で飛び込んでいく時にそこまでの余裕がこうあるのかないのかで言うと、まあ結構こうあるようなないような、みたいな感じだと思ってもらえればいいと思います。はい、ですからまずはこうボールをしっかりフォーカスをするところ、これはストロークでも、全部そうですよね。こうグッと見るっていうところ、先に構えてボールに照準を合わすっていうところは、当然大事にしてもらって、やればいいと思います。でそこから、まあ、よく質問があるのがこのラケット面にねこう黄色いものがこう跳ね返るようなところがしっかりこう見えるんですかみたいな、はい、慣れてくると見えますし、見ようとすると当然見えるんですけれども、必ずそれがこう綺麗に見えないといけないかっていうと、まあ、そうではないですよっていうところが一つと、それをあまりにも見ようとすることによってボールをこう引き込みすぎるのであれば、まあ、そこまで注意しすぎることはないですよという感じのところです。はい、どうしてもボールを見ようとするとグッとこう引き込んでしまいますよね。はい、それによって前でさばけるはずのボールがこう引き込みすぎてしまうという感じになりますし、やっぱりこう一回ねこう飛んできたボールをどこかで切って見えないようにして手前でこう見てるみたいなところもね出てくると思うんです。こう無理やりこう体の近くで見ようとすると、はい、それよりはもう前でこう見えてる範囲内でパンとやってしまった方が勢いのいいボレーがいくというところも当然ありますので、ここはあまりこう混同しないようにというか注意しすぎない方がいいと思います。ただじゃあ、ちょっと調子が崩れましたと、体が開いてます、ボールがこうしっかりこう呼び込めてませんってなった時にちょっとボール見てみようか、みたいな感じでなった時にですね、やっぱしっかりこうラケット面に黄色いものがポンと跳ね返っていくところが、見えるようにしておくということは僕は大事だと思います。調子を戻すためにこうしっかりここを見ながらボレーする、特にバックボレーは、フォアボレーよりもこう引き込んで打ちますので、しっかりここでこうピンとこう、まあ、顔が残ってる感じですよね。バックボレーのインパクトであまりにもこういう感じでやりすぎるとある時ね調子崩れてくるんです。はい、最初はちょっとね気持ちいいんですけど、ボールを見ずにパンってやったらパン飛んでいったりするんで気持ちいいんだけど、やっぱり引き呼び込んでこういう形を作るところが、ないと調子崩れてきます。じゃあ調子崩れたらどうしよう、一回ボール見てみようかということで、体が開いてない状態、しっかり呼び込んだ状態で右肩の真横ぐらいまで呼び込んだ状態でしっかりこのラケット面に黄色いものが跳ね返るものが、見えるという練習を一回やって、調子を戻して、でまた、
それを崩していくではないですけど、そういう感じでパフォーマンスを持っていくと、ボレーはすごくいいんじゃないのかなと思います。まあね、ボールを見るってね、すごくこう難しいですよね。はい、どれがボールを見るんやって言われても、こう各それぞれ、見え方ってやっぱこう違ってると僕は思うんですよね。まあ、ビデオにみんな撮ったわけじゃないですので、自分が見えてる視界が完全にこう録画できるわけじゃないので、ここにビデオカメラをつけたとしてもやっぱり感覚っていうのはね、違うと思います。動画の中で言ってますけど、リターンの動画、リターンの連続写真とかを見ると、やっぱプロの写真って結構前の方を見てますよね。はい、まあ、一般の方とか、僕も自分の撮ったことないんで分かんないんですけど、自分ではこう見えてるつもり、ここを見てる感じでも目は前に向いてるとか もしかするとあると思うんですよ。はい、まあ、そこら辺から踏まえて、まあ、見るっていうところをこう言語化して自分でやっていくっていうのは結構難しいんですけれども、動画内で言ってた通りに、体を開かないように、目とか鼻とかを打点に、残す、はい、この意味合いっていうのは僕は結構強いと思います。これはストロークでも、サーブでも同じなんですけど、ボールを見ることが大事なのではなくて、体を開かないように、またこう打ってる方向に体が流れていくのを、抑えるために、制御するために、ボールを見ましょう。それはイコール、ボールをこう綺麗に見るということ、半分は、顔をですね、目とか鼻とかを打点に残すことによって体が開かないように、体をコントロールするために、打点に顔を残しましょうみたいな感じなんですね。ですからボールを見るだけだと、これボールを見て当たるところを見てピュッて前に向いてしまっても問題ないと思うんですよ。ただそうだと体が流れてしまうので、どちらかというと打点に顔を、残すみたいな表現をすると思いますね。打点に顔を残す、打ち終わった後も見ておく、はい、そうすることによって体のバランスが保たれる、みたいな感じに、ね、なるんですよ。はい、これがボールを見るだけだと、あ、見ました、ピッチって前を向いてしまう、はい、こういう感じになると、体が回ってしまうので、こうしっかりとした、閉じたフォームというか、体を開かずにコントロールするというところが難しくなるということですね。ですからボールを見るっていうのはもちろん真ん中にしっかり当てますよという意味合いものすごくあります。でもそれに関して言うとフォーカスですよね。ちょっと遠くにあるボールをグッとこう寄せていくぜっていうところがやっぱ大事で、だってこう手前に来てここで、あ、ちょっとずれてるから変えたろうかみたいな、こうね、できないと思うんですよ。このフォーカスの時点である程度当てれるかどうかは決まる。で、その近くに来た時に、やっぱりこう見ることっていうのは大事ですし、見れるようにした方がいいと思います。途中でも言いましたけど、なぜかというと体が回るっていう動作をこう制御するためですね、ボレーでいうと。あとはこうしっかり呼び込む、泳がない、呼び込みますよっていう動きを自分の体の中で制御するために、打点を見るイコール打点に顔を残すイコール、体を開かないように制御するという感じで頭の中で墨分けをすると、ボールを見るっていうのがね、ちょっとこう適度に分解をされて、あ、そういうことかっていうのがね、分かると思うんですよ。こう見ろ見ろ言われてね、こう見とけ見とけって言われて、見えませんし、これが見えてることになってるんですかみたいなね、あれで見えてるんですかってこう聞かれたことあるんですけど、分かりません、僕あなたの 目が分からないんですいません言って、なんかもう、しどろもどろのね、レッスンになったことがあるんですけれども、そういう感じでこう役割としては、伊達二課を残す、はい、そのことによって体を制御すると、そういう感じで覚えてもらえると、しっかりねボールを見るっていうところね、分かると思います。ボールはもちろんしっかり見てください。そして体も制御して開かないようにやっていくという感じにすると、ボレーね、また一つうまく打てるようになると思いますので、ぜひ皆さんコートで頑張ってみてください。